分かったよ。 これは当たりか外れか。 俺だ。 どうせいつかは死ぬんだもんな。 世界を救って死ぬよ。 どうした? 急ごう。 あと10分しかないんだから。 これをポートに接続し、カバーを上げセットし、スイッチを入れる。簡単だろ。確かに簡単だな。ヘマしなくて済む。俺が送ろう。 頼むよ。グレースに伝えてくれ。いつも一緒だってイナ。頼むぞ。ああ、分かったよ。これをトルーマンに。必ずトルーマンに渡せイナ。 俺が残る。ハリー、ハリー、こんなの辛いぞ。俺の仕事だ。娘のことは任せた。それがお前の仕事だ。息子のように思ってきた。そのお前がグレースと結婚することを誇りに思う。 元気でな。ハリー、待って。ハリー、俺は待ってくれ。ハリー、やめてくれ。そうよ。ハリー、頼むから行かないでくれ。頼むから待ってくれ。ハリー、どうした。あの学校のふざけやがって。 うまく引っかかったな。シャープ、出発しろ。部下を任せたぞ。 ヒューストン、聞こえるか。ハリー・スタッパーだ。 そこのマイクで。 電気系到着。 APU セット、参加台充填。 ヒューストン、 3分後にエリクします。パパ。いや、グレース、元気か。必ず帰るという約束だったな。何、どういうこと。その約束は守れそうにない。実は私も嘘ついてた。パパみたいな人になりたくないなんて言ったけど、 私はパパにそっくり。私の持っているいいところは全部パパからもらったもの。心からパパを愛してる。誇りに思ってる。だけど怖い。すごく怖い。よくわかる。だがその恐怖はじきに消える。プレス、みんなを救ってくれたのはエージェント。 よくやった。チックにも助けられた。最高の相棒だったよ、チックは。出発前にお前のおじいさんに会った。子供は神様がくれた真冬に咲くバラだと言ってた。お前は庭いっぱいに咲くバラだ。数えきれないほど多くの喜びをくれた。 お前たちの結婚式を見たかった。
これからは空からお前を見守ることにする。大事なお前を。愛してるパパ。別れだ。パパ待って、お願い行かないでパパ。アルマジロとの通信は不能となりました。